先週は2000年前に産声を上げました最初のキリスト教会の前途には迫害があったということをお話し,しました。しかし神様はその困難と思われる迫害を通してクリスチャニティを世界に広げられたということをお話し,しました。神様のなさることは私たちの思いをはるかに超えています。 そしてその迫害の中心にいたのが、パウロという人でした。彼はギリシャ語を話すユダヤ人で、当時エルサレムで最も影響力のあったパリサイ派の立法学者ガマリエルの下で学んだ人です。パウロは信仰、パウロの信仰は非常に熱心で、彼はキリスト教徒への迫害の死亡者となりました。 パウロは非常に賢い人ですから、闇雲に感情に任せて迫害をしていたというわけではなく、自分がしていることに対して彼なりの根拠を持っていました。すなわちユダヤ人にはもともと、王なるメシアという伝統的な信仰がありまして、それに対して、イエス・キリストの言動は、この王なるメシアには全く当てはまりませんでした。決定的であったのは、 このイエス・キリストが十字架形に処せられたということで、メシアが十字架で殺されたというような考えは、彼らには到底受け入れられるようなものではなかったのです。イエス・キリストは、彼らにとっては、つまずきでありました。今日はそんなパウロがどのようにして改心し、クリスチャン、さらには、宣教者へと変えられていったかということをお話しします。まず最初に、 内なる声ということをお話します。かつてパウロは自分の目の前でキリスト者ステパノが石打ちの刑で死んでいく様を見ていました。その時にパウロはステパノに石を投げつけている者たちのために死をどうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいとステパノが神に向かい叫んでいた声を聞いていたと先週お話しました。 さらに彼はその時のステパノの顔が見つかいのように輝いていたのも見ていたのです。その状況で自分を殺そうとしている者たちの許しを乞い輝いた表情を持つことはありえないことです。しかしパウルはその不可能を可能にしている人間を目の当たりにしました。 この光景は後々パウロの心にいつも語りかけてきたことでしょう。お前は必死にキリスト教徒を迫害している。しかしそのお前の心にあのステパノのような内なる平安があるのか。愛はあるのか。 このようなことをパウロに面と向かって語りかける人はいなかったでしょう。しかし彼の内なる声は彼にこのことを語り続けたに違いありません。皆さんはきっと多忙な毎日を送っていると思います。しかしそんな皆さんにも時に内なる声が 聞こえてくるこことがありませんかこのままでいいのかこのことに手をつけないでいいのかこの人との関係をどうするのかと家の中でちょっとカビ臭い匂いがします車を運転すると気になる音がします 心臓の不整脈を感じるときがあります。どれも常に感じているものではなく、あるときふっと感じるものです。内なる声も常に聞こえているのではなくて、折に触れて心に語りかけてくるものなのかもしれません。そして、私たちはしばしば、その内なる声をそのまま 放置してしてままいます理由はいろいろあります忙しいから今はまだ大丈夫だから面倒だからしかし私たちは知っています 家や車や自分の体について違和感を感じた方たちが、後々になって口々に言うことを、あの時によく見ておけばよかった。あの時に直しておけばよかった。家や車に関して言えば、その方が安く修理できますし、 ダメージを最小限にすることができます。体に関して言えば、その方が癒しと回復も早いでしょう。もしかしたら命を救うことができるかもしれない。誠に、善は急げとは正しい言葉だと思います。以前、フリのウェイのを東に向かって、アンザ・ボレゴにあるキャンプ場に向かっていました。 どのイグジットで降りればいいのかと事前に調べておいたのですが、うっかりしてそこを通り過ぎてしまいました。その結果、さらに、あの辺りは田舎道ですから、次のイグジットまで10ルを走り、また戻ってきました。辛いですよ、これは。間違った方向に向かっているのに、方向転換できないもどかしさに、 ハンドルを握りながら悔しい思いをしました。こっちじゃないとわかっているのに。結局往復計20マイル余計なガソリン、余計な時間を使いました。そこから得た教訓は、叱るべき時に、向かうべき方向に向かうということです。 これをミスすると、後々、苦労するということです。二十マイルなら戻ればいいのです。しかし、二年ならどうでしょうか。二十年はどうですか。人生とは有限なもの、なるべく早く私たちが向かうべき、 方向に向かい、なるべく早く自分の人生の土台づくりに着手し始めた方がいいと皆さんは思いませんかヘブル書は書いています。今日、今日未声を聞いたなら、神に背いた時のように、あなた方の心をかたくなに してはいけない。けな神様があなたの心に今語りかけている内なる声はありませんか二つ目のことそれは無力さに向き合うということですパウロの場合内なる声を聞きながらもなおもキリスト教徒を迫害し続けておりましたしかしそんなパウロに 神様はじきじきに介入されました。さてサオロは、なおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の意気を弾ませながら大祭司のところに行って、ダマスコの諸怪堂宛ての天守を求めた。それは、この道の者のを見つけ次第、男女の別なく縛り上げて、エルサレムに引っ張ってくるためであった。ところが、 道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が差して、彼をめぐり照らした。彼は血に倒れたが、そのとき、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よあなたはどなたですかと尋ねた。すると声があった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ、立って町に入っていきなさい。 そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるだろう。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて声だけは聞こえたが誰も見えなかった。サウロは力を起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は三日間目が見えずまた食べることも飲むこともしなかった。 その時サウロは殺害の息を弾ませながらダマスコに向かっていました。その時に天から光がさしてサウロは地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかというイエス・キリストの声を聞いたのです。彼はその後、三日間視力を失い、食べることも飲むこともしませんでした。その時まで彼はキリスト教徒を見つけ出しては彼らの手足や手足を縄で縛り上げていたのです。 しかしその時のパウロはもはや右にも左にも一人では一歩も踏み出せない状況に陥りました。当たり前にしていたことが一瞬で失われた。その状態のまま彼は三日間何を考えていたのか。 彼は思ったに違いない。自分は、なんと、無力なのだろうかと。彼は当時のユダヤ社会で最も学を積んだ人であり、社会的にも一目を置かれており、それなりのステータスを持っていました。しかし、視力を失った彼に、それらのものはもうほとんど、何の意味もないものとなりました。彼は自分の、 不完全さ、弱さを知りました。しかし、そのことを認めたときに、神様は彼の前に新しい扉を開きました。使徒行伝九章十八節、サウロの目から、鱗のようなものが落ちて、元通りに見えるようになったと記されており、このことにより彼は再び視力を回復しました。英語ではこの、鱗のことを、 スケールと言います。スケールといえば、物差しと意味します。すなわち、サウルはそれまで、自分が持っていた尺度、自分の基準によって物事を見ていましたが、その時から、そんな自分の物差しから解放されたのです。 それまでの彼は自分の考え、自分の知識、自分の力で生きてきました。しかし、ステパノの死に立ち会うことにより、内なる語りかけを聞き、ダマスコ上で心身ともに打ちのめされる体験をし、イエス・キリストの声を聞き、彼には新しい基準と尺度が与えられました。 天から光があったときに首都行伝二十六章十四節には、こんなイエス様の言葉も記録しています。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか棘のある無知を蹴れば、傷を負うだけである。彼は熱狂的にキリスト教徒の迫害に燃えていた。しかし、天から見れば彼がしていることは、 棘のある無知を蹴飛ばしているようなことで、そのことにより自らを害するようなことでありました。彼は共に歩むべきお方を見失い、かえってそのお方に敵対していました。主にある皆さん、このような人生がうまくいくはずがないのです。はずがない。そして、 このことは私たちにも当てはまる私たちは自らに問いかけるべきですこの人生を私は誰と共に歩むべきなのかそしてこの問いに対する答えは私は本物の力を持ち合わせている方と共に歩むべきだということです それは人間ではありません。正真正銘の力をお持ちのお方は、パウロに望まれた神だけです。私たちは、このお方と共に生きるべきです。さらに申し上げましょう。パウロがしてしまったように、共に歩むべきお方を 敵としてはいきません。これは人間が一番してはいけない大きな過ちです。言うまでもなく、このお方に勝ち得る力など人間には全くないのですから。私たちは今生かされています。生きているのではない。生かされています。 この私たちにとって最重要なこの命を前に私たちは悲しいほど無力です今目に見えないウイルスがどれだけ人々の恐怖心を煽っているでしょうかしかしイエス・キリストはかつて言われましたあなた方のうち 誰が思い患ったからとて自分の寿命をわずかでも延ばすことができようかそんな小さなことさえできないのにどうして他のことを思い患うのか私たちにどうすることもできないものもイエス・キリストにとりましてはそんな小さなことでした。 もし皆さんの心の中に神は確かにいるのだという内なり語りかけがあるのなら、そして自らの力の限界に気づいているのなら、今こそ、それまでの生き方の方向を変えて、神と共に歩き始める時ではありませんか パウロの改心はそこから始まり、我々の改心もここから始まるんです。三つ目のことをお話しします。それは、静かなる時ということです。パウロはダマスコ途上で自ら経験した後のことについてガラテア書にこう記しています。異邦人の間に述べ伝えさせるために、御子を私のうちに掲示してくださった時、私は直ちに、 これはこのダマスコの改心の後ですけれども、血肉に相談もせず、また先輩の人たちに会うためにエルサレムにも戻らず、アラビアに出て行った。それから再びダマスコに帰った。その後3年経ってから私はケパを訪ねて、エルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在した。 すでに聖書に対する知識が十分にあり、劇的な体験をしたパウロですから、そのままキリスト教徒になり、宣教へ出て行ってもいいかと思いますが、彼はその時、血肉にも先輩の人たちにも相談せず、一人、アラビアのアラノに数年退いたと言われています。数年は長いものです。そんな長い間、 アラノにいるのはもったいないと思いますが、それは私たちの頭の中にある私たちが考える日程です。神様は時間をかけてパウロを整えました。人の前に立つ前に、彼はじっくりと神と向き合う静かな時を必要としていました。彼はアラビアで改めて聖書を読み直し、その教えを整理し、そこから イエス・キリストこそが真のメシアであるということを検証したに違いありません。同時にステパノをはじめ、それまでキリストについて自分が見聞きしていた経験と聖書の言葉を照らし合わせていきました。イエスの言動をじっくりと心に収め、それらとイニシエのユダヤ民族の歴史との関連を見出しました。このような日々を経て、彼のうちに、内なる 確信が与えられました。私たちも時にこの神様と一人向き合うことが大切だと思います。自分の心を主の前に差し出すのです。聖書を通して神のお心を汲み取り、 自分の置かれている状況の中で語られるメッセージを受け止めるのです。信仰こそが全てであり、考える必要はない。ただ信じればいいのだと思われる方がいるかもしれない。確かにそうなのですが、考えるということはやはりとても大切です。私たちは、聖書は私たちにたびたび、自らよくよく考え、自分で決断することの大切さを進めています。 私は二十七年前に進学校に入学しました。しかし当初、牧師になるコースに入らずに、一年間の基礎科という神徒コースに入学しました。まさしくその一年間、来る日も来る日も私はこれだけに向き合い、一人、神様の前に出続けました。今思えば、 パウロのアラビアでの日々と重なり合うように思います。進学校にはテレビもなく、またインターネットもない時代、そこでそれまでの自分が見聞きしていたことと、自分の人生経験と、この聖書の言葉を重ね合わせ、その中で牧師になるという道が開かれていきました。 我々は忙しい日々を過ごしていますしかしその中で短くともいい私たちの日々の生活を聖書の言葉に照らし合わせて自ら考える一人の時間を生活の中に確保しようではありませんか自らを顧みて祈りの中で神様と対話する時を 元ではありませんか。パウロにとってアラビアでの時間は必要不可欠な時となりましたそしてそれは私たちにもそのまま当てはまるのですこうしてパウロは内なる確信とともにアラビアからエルサレムに出てきてイエスを直接知る十二弟子の一人ペテロに出会いそこで十五日間 彼からイエス・キリストに対する証言を聞きました。おそらくその時、ペテロのみならず、他の弟子たちにも会って彼らの話を聞いたことでしょう。このことにより、彼の確信はさらに増し加わったことでしょう。これらのプロセスを経て、いよいよ彼が世界に宣教に出ていく備えが整ったのです。 彼はすでにあったキリスト者の群れに加わり、彼らと共にユダヤ社会を超えギリシャ、ローマへと出て行きました。今日の落ち簿に書きましたように、新約聖書の多くの部分は、その彼が諸教会に書き送った手紙で締められております。そうです、彼は一匹狼ではなく、主にある兄弟姉妹と共に、キリストの体なる教会を各地に 誕生させていきましたこれらがパウロがその改心に至りキリストの宣教者になるまでの道のりです私たちがイエス・キリストのもとに導かれていく道のりはそれぞれ異なると思いますが基本的にはこのパウロと同じようなプロセスを経て私たちも 主イエスにあるものへと導かれていくのだと思いますですからもう一度この朝私たちはこのことを心に留めましょうどうかどうかあなたの心に聞こえてくる内なる 声を大切にしてください。ましてやそれが神様からのものであるなら、それを真摯に受け止めて、その声に応答しようではありませんか。私たちの生涯。 誰と共に歩んでいくのかを今朝もう一度確認しようではありませんか。神に挑んではいけません。天に唾を吐いてはいけません。私たちが傷つくことは目に見えているからです。日々一人で死の前に出ることをやめてはいけません。 そのところで私たちは今日を生きるガイダンスと力をいただくのですから日々目の前で起きていることに対してもしですよ主の見心を知ることができたら善能なるお方の見心を知ることができたら私たちにとりましてそれはどんなに大きな祝福でしょうかまだ自分の頭の ソロを弾きますか私たち一同がこのお方と共に人生を歩み続けることにコミットすることができますように私たちはこれからもこの主にお仕えしていくのですそしてそのディレクションは 間違っていまませんお祈りしましょう天皇父様誰よりもキリスト教徒を迫害することに情熱を傾けていた一人の男にあなたの恩命はとどまりました。 あらかじめ彼の心には常に語りかける細き御声をあなたは備えその御声を聞きつつ彼は自らの無力さに圧倒される経験をしましたその男パウロとその経験は異なるかもしれませんが私たちも 同じようなここととを経験すすることがありますしもしかしたら今まさしくそのただ中にいる方がいるかもしれませんすなわち細き内なる声を心の内に聞きつつ自らの力に限界を感じている方ですそしてそれはある意味私たち全ての人間に当てはまることですただそこから 人は二つに分かれます。その細き見越えに従い、方向を変えるか否か、そのまま自分の道を突き進むか、それとも、あなたの道を歩み始めるか。おそらく、我々の人生に、 この決断以上に大切な決断はないと思われます。私たちは多くの力添えを必要としているし、共に歩んでくれる存在を必要としています。この天地万物を作り、己の命を捨てるほどまでに私たちを愛したお方が、そのあなたの同伴者、私たちの同伴者となると、 おっっしゃてていてくださるるのであるならなぜそれを拒む理由がどこにありましょうか主よどうか我らに本当に賢き目を心をお与えください私たちの目がまだあの鱗スケール物差しで覆われているのなら主よ本物を 見せてください。それが人のために必要であるならば、私たちに弱さを経験させていただいて、本当に愛、されんだと、あなたに全てをお委ねするような、そんな人生と私たちを導いてくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。この時、我ら一人一人に語りかけてくださる、 あなたに心から感謝して私たちの救い主なる「主イエス・キリスト」の皆によってお祈りいたします。アーメン コイ・ネガわクはキリスト教徒にとって最も大きな災いと思われていたあのパウロに自ら語りかけてくださった我らの主イエス・キリストの 恵み今も私たち一人一人の心に細き御声を語りかけていてくださる我らの父なる神のご愛その御声をしかと受け止めてそこから 新しい道を歩むことを可能にしてくださる。聖霊様の豊かなるお交わりと私たちに対するご介入が今日この礼拝に出席することが許された。我ら一同とともに今も後もよよ限りなくあらんことをあめん。